風雨にさらされてボロボロになった、配管断熱小型惑星探査機、ホイヘンスプローブの断熱材断熱材とは、物理、科学的物性により熱移動、熱伝達を減少させるものの総称。熱絶炎材とも呼ぶ。建築用のものは断熱材、工業用のものは保温材と呼称されることが多い。また、断熱材の材料を断熱材料、成型製品を、 断熱材と呼び分けるが現実には混用が多い。ここでは主に建築材としての断熱材について述べる。断熱とは、電動、対流や放射による熱移動を防ぐことであり、それを実現しようとするものが断熱材である。実では、システムからの熱移動を減少させる、プロセスもしくはその機能を果たす製品、構成またはシステムと規定されている。 物理などの科学分野での断熱とは主に熱移動がないことを示すが、建築など工学的分野の文脈で断熱を用いる場合は、単に熱移動を少なくすることを言う。建物の冷暖房の効率化や冷蔵庫など熱を扱う様々な用途に使われている。断熱材は冷房、暖房のエネルギー効率を高めるために、建物で使用されるだけではなく、 熱伝達を抑制することが重要なストーブ、冷蔵庫、冷凍庫、湯沸かし器等の器具の筐体部分、及び多くの工業的な応用にも使用される。これらでは、対象範囲内と外部との温度差を維持するために利用されている。交換、熱伝導を防ぐことをのみを断熱ということがあるが、誤りである。建築材としての断熱材は、熱伝導を抑えることにより、 断熱効果を高めたものが多いが、材料中の気泡の対流による熱伝達を抑制し効果を高めた断熱材や材質表面の反射率を高め、熱放射を妨げた断熱材料もある。断熱材とは熱移動を抑える抵抗の働きをするものといえ、熱抵抗が高い素材が用いられることが多い。機体は分子密度が低いため熱伝導率が低いが、対流による 熱伝達が起きる。逆に固体は対流しないが分子密度が高く熱伝導率が高い。液体は熱伝導と対流を起こすため建築用の断熱材に用いられることはほぼない。現在利用されている断熱材には密度の低いウルジョール状制にで熱伝導率の低い空気を簡易に保持した繊維系断熱材料や固体の中に気体のコアを多量に持つ。 発泡系断熱材料の利用が多い。また真空中では熱放射のみが起こり熱伝導や対流が発生しないことから魔法瓶は内装と外装との空間を真空近くに陰圧した二重構造になっており、これにより伝導と対流による熱伝達を防ぐ一方、真空側の面を鏡面にして放射を反射することにより断熱効果を高めている。星印は 樹脂系を表す。断熱は断熱材料の熱抵抗値にばかり目を奪われがちだが、実際には隙間なく施行されなければ、計算通りの性能にはならない。住宅建築においては、クラスウールロックウールは日本では伝統的に大工が施行するケースがほとんどであり、隙間なく施行できるかどうかは大工次第である。また施工時にタッカーを打ちやすいように耳付けの袋に入ったものが、 日本では主に流通しているが、袋入りのものは試行後に隙間を確認しにくいため、断熱、秘密にシビアな北海道や海外では、袋入りの断熱材はほとんど流通していない。樹脂系のものは工場で発泡させて、ボード状の既製品したものを現場で取り付けるものと現場で発泡させながら吹き付けるものとがある。後者は専門機械が必要となるため、 専門の業者による思考がほとんどであるが、思考方法としては隙間なく思考しやすい。しかしこの方法は、発泡温度の関係からウレタンフォームにしか用いることはできない。セルロースファイバーも専門の業者による吹き込みの思考となる。建築分野では断熱材を躯体の内側に設けるか、外側に設けるかによって内断熱、外断熱に区別される。 かつては、風雨に対して耐候性の強い断熱材がなかったため、内断熱が常識だったが、外断熱にすると構造体も外気の急激な温度変化から保護されることになり、金属性構造体の結露を回避することができるメリットがある。また、躯体によって断熱材が分断されないというメリットもあるため、断熱欠損の面でも有利となる。しかし、 逆に考えると、外断熱は構造体まで温めなくては、室内環境を快適にできないという弱点もある。そのため、内断熱と外断熱は一長一短があり、建物用途によって使い分けるべきものである。また、構造建築物においては、断熱材の剥離などに配慮する必要がある。表面結露を抑えるために断熱を行うことがあるが、 断熱による内外の温度差から空気中。これを防ぐためには、防湿層を断熱材より内側に丁寧に施工することが必要である。内部結露を起こしたり、水に濡れた場合の劣化を防ぐために防水加工された断熱材が使われることもある。防湿層は断熱材の温かい側に孵化するのが普通である。すなわち、暖房された家の場合は、防湿層は 暖かい内部と断熱材の間に入れられる。また暑い気候の地域でのエアコン付きの家では、防湿層が外部にあり、その内側に断熱材がある。現在の住宅、建造物では、最高性の面から多くの窓ガラスが取り付けられているが、これらは断熱性と相反する要素である。ここからの熱の流入でを防ぐ目的で、ロー、E ガラスという熱放射を抑える。 金属被膜がついた板ガラスやフィルムを使ったり、複層ガラスという2層の板ガラスの6ト、mm、ルから1 2トルの隙間に乾燥空気やアルゴンガスを充填したり、真空層を作ったり、二重サッシにすることで断熱性を持たせているものも利用されている。ヨーロッパの一部では、トリプルガラスという3層の板ガラスに乾燥空気とアルゴンガスを充填してさらにロー。 いい、e、ガラスをつけたものもある。また、アルミでできたサッシも非常に熱を通しやすいため、樹脂や木製のサッシや室内側を樹脂や木製にした複合サッシも一般的である。以前は木製サッシは燃える素材であるというから使用が禁止されていたが、アルミサッシは簡単に溶けるのに対し、木製サッシは内部まで燃えずに原型を止めることから、 性能を試験して示せば素材は制限されないということに法改正された。多くの先進国では建造物の断熱化が義務付けられているが、日本では特に規定されていない。日本では試行費が一般的な窓ガラスよりも割高となるためなかなか普及していないが、その一方で冷暖房効率は良くなることからエネルギーコストを考慮すれば結果的に割安とされる。 エネルギーコストが急速に増大した時代には、これらは特にエネルギーコスト削減の面で注目された。ヨーロッパでは、服装ガラスの方がよく使われるために、日本で一般的な一枚ガラスより安いそうである。なお、古くより日本家屋に見られる縁側などは、家屋構造によって断熱構造を求めたものである。これら構造による断熱空間を持つ建築物では、 火器などに火の当たっている部分をあえて締め切ることで、その奥の部屋が外気温より涼しくなる効果が発生する。世界的にも似たような方法で断熱を行っている建築物もあり、いわゆる屋根裏と呼ばれるデッドスペースも断熱効果を目指した空間であるが、このデッドスペース有効活用を目指して屋根裏部屋を設けると、同室内は非常な酷暑や、 暖房効果の低さに見舞われることがあり、屋根裏部屋を活用するタイプの現代日本住宅では、屋根構造に断熱材を組み込むことで、これを改善しようという動きも見られる。ェ営020に断熱用語マイナス5.5、5. 5. 5. 材料、製品及びシステム用語、インスレーションプロダクツ、アスペンエロージェルズインスレーション高性能、高機能真空断熱材。ありがとうございます。